皆様こんにちは、ビビリの家族役、キャンピングカー生活の小宮です。よろしくお願いします。この車の中で3年間家族で過ごしてたんですけど、毎晩消火器を僕は隣に置いて寝てるんです。そのぐらいやっぱりバッテリーに囲まれて生活するってちょっと怖いんですよ。いつ火災になってもおかしくないなと思ってるから。だけど今回のこのダブソン、そこのリスクを本当に最小限まで抑えてくれてるんだと思うんですね。わかります。どうやねん、誰やねんってことですね。これダブソンさん、僕全然知らなかったんですけど、正直ごめんなさいメーカーさん、申し訳ないんですけど、やっぱり大きなエネルギーを車の中で持ち運ぶとかなるとやっぱりちょっと恐ろしいですよね。まあ企業体いろいろ調べさせてもらって、で資料いっぱいいただきました。で全部見たんですけど、しっかり世界シェアを取っている EV 自動車用の充電器のメーカーさんです。深センと貴州という場所ですね。で大きな工場を2つ用意してます。今映像で見ていただいているこの工場が実際にダブソンの工場になります。でこのダブソンはやっぱりね、あの安全面ものすごく重要視してます。だからダブソンってどこだろうって最初思ってたんだけど、このブランド結構ポータブル電源業界で食ってくんじゃないかなっていうか、こうこれからこうグワーって来そうな気はするんですよね。なのでちょっとガチンコでレビューしていきます。まあすごいです。あの本当 ほぼデメリットないと思いました。はい、じゃあ行きましょう。自己情報データバンクシステム、消費者庁と独立行政法人国民生活センターが共同して運営管理しているこのデータベースの中で、ポータブル電源の事故が相次いで発表されています。目を見張るのが車両内での火災事故。外気温25度の環境下で車両は10分で約10度も上昇、さらに30分では約40度以上まで上昇します。おそらく該当の事故はこの環境下にポータブル電源を放置し出火したものと思われます。そして推測ですけども、電池の種類は三元系リチウムイオン電池を使ったポータブル電源ではないかなと思います。2019年、突如現れたポータブル電源は YouTube などを通して一気に世間に知れ渡ります。その当時ほとんどのポータブル電源が搭載していた電池がこの三元系リチウムイオン電池となります。今現在僕のキャンピングカーにも4台のポータブル電源が載ってますが、全てこの三元系リチウムイオン電池になります。エネルギー密度が高く、高いエネルギー出力を実現させた三元系ポータブル電源、しかしその裏側では様々な要因による熱暴走へのリスクがありました。熱暴走を一度引き起こすと消火器でもまず止められないと言われています。以上のことから現在では三元系リチウムイオン電池を使ったポータブル電源は市場から徐々に姿を消しつつあるわけです。そして今市場はリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載したポータブル電源が多くのシェアを握り始めてきました。高いエネルギー出力はそのままに長寿命を実現させ、高温環境下での熱暴走のリスクは三元系よりもはるかに軽減しました。しかし今この辺でいいだろうと安心しきっていたポータブル電源業界に新たな猛者が現れたわけです。それが今回のダブソン。彼らがポータブル電源に搭載した電池は半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリーというものでした。ダブソン社が実施したある実験ビデオを入手しました。現存するリチウムイオン電池に物理的衝撃を与えるという実験です。先ほどお伝えした三元系リチウム電池は釘を刺した瞬間一気に爆発、そして温度は600度以上を記録しました。そして今現存するポータブル電源の多くが採用し始めたリン酸鉄リチウムイオンは、釘を刺して数秒後、小さな爆発とともに煙を上げて中にある引火性のある有毒な電解液が漏れ始めました。この時温度は110度を記録。そしてダブソンが今回ポータブル電源に採用した半固体リン酸鉄リチウムイオン電池は、釘を刺しても全く動じず、温度もほぼブレることなく同じ温度をキープしました。この瞬間ポータブル電源業界でダブソン社のポータブル電源が安全面において一歩リードするという結果になりました。さらに厳しい基準値の中で生き抜いた EV 業界の実力、その技術がポータブル電源にも使われています。通常ポータブル電源の電池は円柱型ですが、ダブソン社のバッテリーはスクエア型をしています。これ実は電気自動車で採用されている方式で、通常の円柱型バッテリーと比較してバッテリー同士の接点を 75% 以上削減することに成功しているそうです。今回のダブソンのポータブル電源の接点が28に対し、一般的な同容量クラスの円柱型バッテリーを採用した製品は125の接点が存在します。この接点が増えれば増えるほどエネルギーロスと安全上のリスクが発生すると言われています。この技術の採用によりダブソンのポータブル電源はなんと4500回のサイクル数を実現しました。週5回の使用で15年の長寿命ということになります。さらにこの半固体リン酸鉄リチウムイオン、なんと800度まで耐えることができるそうです。突如ポータブル電源界に現れた超大物新人、ダブソン DBS2300 徹底的に検証します。
はい、では検証をスタートします。まずもう最も僕が知りたいことなんですけど、このポータブル電源っていうのが変換効率っていうのがあります。正確に言うと DCAC 変換効率値っていうのがあるんですけど、その数値を見たいんですね。はい、これは全てのポータブル電源に言えることなんですが、先ほどお伝えしたバッテリー、これは全て直流電源、いわゆる DC というものになります。ポータブル電源で家電製品を使うとき、例えば電気ポットや電子ジャーなど、普通の AC コンセントをポータブル電源に挿すと思います。実はこの時ポータブル電源では直流電源 DC を交流電源 AC に切り替えるという作業を行っています。もともと積んでいる直流電源 DC では 100V の電化製品に電気を送ることはできません。なので一度交流電源 AC に変換してから 100V の電化製品に電気を送っています。そしてこの時電気の形を変えるので電力ロスという現象が必ず起きます。このロスを少なく効率よく変換できれば質の高い良いポータブル電源ということになります。逆を言うと現在売られているポータブル電源の容量は本来使える容量とは相違します。これは注意が必要になってきます。一般的にはこの DC-AC 変換効率 80% あれば非常に質の良いポータブル電源と言われています。今回のダブソンであれば蓄電している電力が 2330Wh、もしこのダブソンの変換効率が 80% に満たしていれば実際に使える容量は 1864Wh ということになります。しかし今回は EV 業界が放つ半固体リン酸鉄イオンバッテリーの本当のポテンシャルが知りたいわけです。ですからあえて最も劣悪な環境下でこのポータブル電源の変換効率値を算出しようと思います。まずは低角出力 2200W バッテリーに最大限の負荷をかけます。まずはこちら象印ホットプレート 1500W 出力、そして我が家の相棒焼き鳥屋台 650W 出力、この両者をダブソンポータブル電源の両隣に配置します。それぞれの電熱器からは約300度の高熱が発せられます。ダブソンのポータブル電源は右側面から吸気し、左側面から排熱します。しかしこの状況下では熱気を吸い熱気を吐き出すという最悪のサイクルが生まれます。さらに車内の窓は全て閉め切り、熱気の逃げ場を塞ぎます。この時の外気温は28度、検証開始時の室温は 34.3度からのスタートです。低角出力ギリギリで回し、さらに最悪な環境でダブソンの変換効率はいかほどなのか、互角検証スタートです。ダブソンのアプリ今連動しました。バッテリーの温度ですね、常にここを観察できるように設計されてます。この子の AC は左側のサイドにあります。このボタンを押すことで AC 出力が使えるようになるんですけども、まあアプリの方でも今回操作できるので、アプリの方でスタートしてタイムを入れていきます。あとはファンの音ですね。で、マイクとの距離がもう正味30センチ、40センチぐらいだと思うんですね。高速充電1回したんですけど、ファンかなり小さいです。今回高出力のこれ使っても期待できるんじゃないかなと思います。止まります。スタートします。一気にファンが回り始めました。うわー、これ大丈夫かなっていうぐらいですね。39度4分、今ポタ電の温度が49度まで上がってますね。で、残量が 54%、 まだ半分以上残ってる状態です。もうすぐ32分になるとこです。40度突破しました。こっち側のエリアは多分42、3度あると思います。この辺はもうものすごい暑いです。ポタ電の温度52度、まあ、もう超負荷かかってると思うんですけど、まだレッドゲージまでには行ってない状態ですね。この後もダブソンは熱風を吸いながらファン全開で頑張っておりました。そして52分27秒、ついに電池は空になりました。この時室温は 42.5 度を記録、バッテリー温度は60度まで上昇していました。この時点でまだレッドゲージには侵入していない状態でした。温度計のメモリは全部で11メモリあります。メモリ 7.5 で60度を指してますので、一番マックスの11メモリ目は80度ということになります。推測ですが70度を超えたあたりから緊急停止の雰囲気が出てくるのかなと思います。ということでこの状況下で動いてくれたダブソンの DCAC 変換効率値を出します。まず今回使ったホットプレートと焼き鳥屋台の合計消費電力が 2158W、 それを52分27秒、つまり 0.875 時間使用できましたので、この消費電力2158に使用時間の 0.875 時間をかけます。すると今回の状況下でのダブソンの容量は 1888Wh ということになります。つまり変換効率
なんと 84.7% という非常に高い数値が出ました。この環境下でこの変換効率はかなり評価できるのではないかなと個人的には思います。ちなみにポータブル電源が最も高い変換効率パフォーマンスを発揮できる室温が15度から25度と言われています。今回この環境での検証ができなかったので、チャット GPT4.0 に検証データを伝えた上で、ダブソンのポータブル電源が仮に最も条件的に良い環境で使用した場合の予想変換効率を過去のデータをもとに算出してもらいました。すると予想交換効率は92から 95% 程度になる可能性があると答えてきました。もちろんこれは AI が算出しているデータなので信憑性は定かではありませんが、他者を脅かす存在であることは間違いありません。はい、では最後にスペックと細かいところを見ていきます。ダブソンポータブル電源 DBS2300、 容量 2330W、 バッテリーは半固体リン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。横 43.18、 縦 30.48、 奥行き 25.4cm、 重量は 27.6kg です。ボディ素材は衝撃からの耐久性が高いアルミニウム合金が採用されています。内容物です。日本語のユーザーマニュアル、そしてアダプターのない AC 充電ケーブル、走行充電用のケーブルとソーラー充電用のケーブルが付いています。ボディ中心のパワーボタンを押すと本体が起動されます。 USB ボタンをオンにすることで6つの USB デバイスを使用することができます。さらに 12V スイッチを押すことでシガーソケット出力、アンダーソン出力、 DC5521 出力が使えます。こちらにデバイス出力というのもあるんですけども、こちらは表記がありませんでした。今後何かのオプション等でつなげれるのかもしれません。 LED ライトを搭載されています。1回タップで弱、2回目で強、3回目で SOS。 電源ボタンの隣にある Wi-Fi リセットボタン、3秒押すとビープ音が流れます。これによりアプリとの連動が可能になります。そして右側面にはエクストラバッテリーポート、これが2つ搭載されています。エクストラバッテリー DBS3000B を2つまで取り付けることができます。最大 8330Wh まで拡張可能とのことです。左側面です。AC ボタンをタップすることで5つの AC 出力デバイスを使うことができます。ちなみに 50Hz、60Hz は機器によって自動的に切り替えてくれるとのことです。上部の蓋を開けると充電ソケットと3つのスイッチが出てきます。まずは左側、こちらはソーラー充電と走行充電のソケット、そしてこちらが AC 充電のソケットになります。そしてこちらがスタンバイモード、エコモードボタン。スタンバイモードを選択すると AC および DC 電源ボタンは自動的にオフにならなくなります。手動またはアプリから制御は可能になります。こちらが充電中異常なことが起きた場合に自動的に充電をストップしてくれるカフカ保護スイッチというものになります。いわゆる安全装置みたいなものになります。こちらが AC 急速充電ボタンというものになります。今ファーストの方にスイッチが切り替わっている状態です。この状態で AC 充電をすると高速充電2時間で満充電まで持っていけるとのことです。そしてスローの方にすることでアプリを使って自分で入電量を操作することができます。選択範囲は 200W から 1500W までありますので、非常に幅広く細かく指定することが可能です。 AC 充電時のファンの音を聞いてみます。まずは 300W での入電時の音、マイクは手前 10 センチの位置から音を取ります。続いて 700W、最後は高速充電。手前50センチの位置からです。比較対象として 2000Wh のポータブル電源、こちらもですね2時間で満充電のものです。こちらレビュー依頼をいただいて製品チェック中のものです。これもよく知られている大手ブランドのものでして、同じボリューム同じマイク位置からの高速充電の音をお聞きください。この時はダブソンより 60W 多く充電している状態の音です。手前50センチからの音です。最後にこの P ブースト機能というもの、アプリにこのボタンがあります。
このボタンを押すと使える電力を最大 2400W まで増やしてくれるというものです。例えば先ほど使っていたホットプレートと焼き鳥屋台に小型の炊飯器も使いたいとなった時に定格出力の 2200W をオーバーしてしまいます。しかし P ブースト機能ではこれらの力を少し下げた状態にして3つ同時に使うことができるようになります。はい、では最後にソーラーパネルの発電量を見ていきます。ダブソン DBS200S 200W 出力の大型の折りたたみソーラーパネルになります。ダブソンのポータブル電源側はソーラー充電12から 60V 12A がマックスです。最大で 600W のソーラー充電ができます。まずカンカン照りの雲一つない状態での充電162W を記録しました。これは発電効率 80% を超えているので非常に高い数値になります。そしてもう一つ、曇りの中ではどうなのかというところ、比較対象はバンクベッドの上に乗っている 100W ソーラーパネル、2枚の 200W ソーラーパネル、こちらも発電率非常にいいソーラーパネルになります。雲の感じはこんな感じですね。でまずダブソンのソーラーパネルどのぐらい充電するのか見てみました。曇りの状態で 59W、 結構いい数値が出たなという感じでございます。そしてロデオ側に乗っているソーラーパネルでもチェックしました。こちらもですね、同じぐらい、だいたい58から 59W で推移しました。あと走行充電ですね、一応能力的には 12V、24V、10A とありますので最大 240W あたりで充電できるということになります。これかなり大きいなと思います。はい、ということで長い間ご視聴ありがとうございました。かなりちょっと目の離せないブランドが出てきたなという印象でございました。今後が楽しみでございます。それではまたお会いしましょう。小宮でした。ありがとうございました。